ここはオーストラリア大陸の東に位置する世界最大のサンゴ礁グレートバリアリーフ、人食いザメの海としても知られている。そしてこれが恐怖の人食いザメの生態を捉えた貴重なフィルムである。この撮影はまさに命がけの仕事であった。スタッフの一人がサメのために尊い犠牲となったのである。サメの生態を研究するため海の中に入ったのはビルとディックとマリア。3人の周りにたちまちサメが近寄ってきた。あらゆるサメの中で最も凶暴な人食いザメ、ホオジロザメである。このサメの武器は大きく裂けた口。その両顎には縁にギザギザのある鋭い歯がなんと4、5列にわたって生えていて、これで人間の体を食いちぎるのである。サメの目に注目していただきたい。サメはまぶたを持たないので、ショックから目を守るため噛みつく瞬間白いマークが出てきて目を覆うのである。ホオジロザメはサメの中でも最も貪欲な肉食魚で、動いているものなら何にでも食らいつく。泳いでいる人間ばかりではなく、小舟に乗っている人を襲うことさえあるという。今3人は刑事に肉片をつないでおとりとし、その恐るべき習性をつぶさに捉えようとしている。サメの感覚は極めて鋭敏。鋭い嗅覚で獲物の位置を突き止め、食らいつくときは目で狙いをピタリと定める。今サメが大きな顎で肉片をしっかり加え込み、奪い去ろうとしている。サメの力は凄まじい。こんなケージなどやすやすと海の底に引きずり込んでしまう力を秘めている。この時思いがけない事故が起こった。暴れたサメが3つのケージを結んだロープに絡まってしまったのである。大きなものになれば体長10メートル、重さ3トンにもなるというホオジロザメである。このままでは海の底に引き込まれて3人とも命が危ない。急いでロープを切断しなくてはならない。その差し迫った事態をビルのカメラは余すところなく捉えている。だが不幸はこの時起こった。ケージから出たディックの背後にもう一匹別の死神が忍び寄ってきたのである。ディックは片足切断という大きな犠牲を被ったが、迅速な処置によってどうやら命は取り留めた。幸中の幸いである。我々が見ながらにして動物たちの凄まじい死闘を見ることができるのも、こうした危険にさらされながら動物たちの真実の姿を追い続けるカメラマンの執念があって初めて可能となるのである。猛獣、猛爬虫類、そして猛禽類の凄まじい死闘、さらには人間をも襲うという吸血コウモリの恐怖、共食い、親子の殺し合い、あたかも人間社会に警告を発するかのような異常な動物たちの生態、そしてテキサスの巨大洞窟にうごめく未知なる生物、恐怖の動物大戦争猛獣必殺、血塗られた死闘を我々はこの後も次々と目撃する。